私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私が住んでいるところって結構人の引っ越しが多いんだよね。だから新しく入ってくる人も多いんだ。今回引っ越してきたのはリンコさんって人で、その人、私の旦那の職業を聞いた瞬間、いきなり冷たくなっちゃって、また何か嫌な予感がするな。イケメン社長と結婚してるとかありえないんだけど。どうしてありえないの？だってなるみさん私より年上じゃん。それなのになんで私よりもいい思いしてんのよ。何言ってんのよ。年上とか年下とか関係ないでしょ。私より年上のくせに私よりいい思いしてるのがありえないって言ってんの。普通は若くて可愛い私が一番優遇されるべきだもん。自分中心に物事を考えないでよ。そんなこと言い出したら生まれたての赤ちゃんが一番いいってことになるけど。そういう話してるんじゃないの。なるみさん別れて。は？イケメン社長の旦那さんと離婚して。そうすれば私なるみさんのこと好きになれるかも。別に好きになってもらわなくてもいいんだけど、結婚したばっかりなのになんで離婚しないといけないのよ。なるみさんにはもったいないもん。もっとふさわしい相手がいるんじゃないの。ふさわしい相手？例えば90歳の男の人とか。90歳の男の人はもうお父さんよりも年上じゃない。なるみさんにはそれぐらいがお似合いよ。だってなるみさんって寄生虫ニートでしょ。寄生虫ニート？旦那さんがイケメンで金持ちだからってあぐらをかいて働きもしてないんでしょ。そういう男におんぶに抱っこの女って嫌いなのよね。今時の女はすぐ男に頼ろうとするんだから。ちょっと待って、どこからそんな勘違いが出てきたの。私はちゃんと働いてるよ。ありえないね。ありえるんだって。だって結婚相手は社長さんなわけでしょ。お金持ちなのになんでなるみさんが働く必要あるのよ。どうせ専業主婦として家でぐーたらしてるくせに。ずるいわ。私だって本当は家でゴロゴロしていたいのに。相手の職業なんか関係ないよ。私は今の仕事が好きなの。寄生虫ニートっていう仕事が？だから違うってば。私は結婚しても今の仕事を辞めるつもりはなかったし、今後もずっと続けていきたいと思ってるよ。あ、もし子供ができた場合も後で復帰したいと思ってるし、まだわかんないんだけどね。まだ。何一人でもごもご言ってんの。いや、こっちの話だから気にしないで。とにかくあんたは離婚した方がいい。早く離婚して自立しなさい。だから自分一人でちゃんと生計立ててるんだって。もちろん夫婦二人で支え合っているけど、再婚する前は私バツイチで子供の面倒を見てたわけだから。そんなのどうせお父さんお母さんに甘えたんでしょ。それか元旦那さんから慰謝料とか養育費をもらっているか。確かに元旦那から慰謝料と養育費をもらっていたけど、それには手をつけてないよ。そんなのありえるわけないでしょ。寄生虫ニートのくせに。正直に言いなさいよ。私は男に頼りきりのダメ女ですって。だから本当に違うんだってば。どこがどう違うのか説明してみなさいよ。さっきから説明してるでしょ。私は働いてるの。働いてる証拠出してよ。だいたいなんでそんな私のことを目の敵にするのよ。今度会った時に名刺を見せてあげるから。名刺なんて信じれない。適当に作るつもりでしょ。そんなので私を騙そうと思わないでね。それに別になるみさんのことを目の敵にしているわけじゃないよ。旦那さんがかわいそうだから救ってあげようと思って。今思ったんだけど、私が働いてるっていうのは信じてくれないんだよね。うん。それなのに私の旦那が社長だっていうことは信じてるんだよね。うん。どっちも口頭で説明した話なのに、なんで旦那の職業は信じて私のことは信じてくれないの。なるみさん嘘つきそうだもん。それに男の人が社長って聞いても納得するけど、なるみさん大手で働いてるとか噂で聞いたけど嘘じゃん。だから絶対に信じない。女性が大手で働いてたら何がダメなの。今の時代そんなの気にするなんてナンセンスだよ。普通に女性も上に上がれるし、年齢なんか関係ない。なるみさんが大手で働いているなんて、なんでみんな信じてるのか謎なんだけど。見るからに仕事できなさそうじゃん。どこをどう見てそう判断したの。見た目とか喋り方とか、あとはイケメン社長と結婚したこととか。社長と結婚するってことは金目当て。ということはなるみさんはニート。この方程式は必ず役に立つから覚えておくことね。世の中の人に謝った方がいいよ。社長さんと結婚している人は全員お金目当てって言ってるんでしょ。普通に失礼。私結構人を見る目があるんだよね。
だから私が言ったことで外れることってまずないの。つまり私が今言っているなるみさんニート説は立証。嘘をついたことをみんなに謝るのね。じゃあこれを見て。え？私の名刺、それからホームページにも私の顔が載っている。恥ずかしいからあんまり顔出したくなかったんだけどね。役に立ったみたいでよかったよ。なるみさん、本当にこんな大手で働いているの？合成写真とかじゃなくて？合成写真だと思うんだったら自分でホームページ調べてよ。全く同じページが見つかると思うから。本当だ、なるみさんの顔が載ってる。なるみさんって実は双子だったりする？双子なんかじゃないから。まさか本当にこんな大手で働いてるなんて思わなかった。これで納得してくれた？納得してくれたのであれば今後変なことは言わないでほしいんだけど。だからなんだっていうのよ。今度は何なの？あなたが大手で働いていたとしてもやっぱりもったいない。イケメン社長となるみさんが結婚なんて絶対にもったいない。あなたここに引っ越してきてからまだ日が浅いわよね。私の旦那の何を知っててそんなことを言ってるの？認めないったら認めない。それじゃあね。はあ、何がしたいのかわかんないなこの人。3日後。なるみさん、遊びに来たよ。遊びに来たよってもしかして私の家に来たの？そうだよ、離婚届持ってきてあげた。離婚届？旦那さんと離婚した方がいいと思うから離婚届もらってきてあげたよ。書き損じのために5枚あるから何回でも書いていいよ。離婚しないって言ってるでしょ。私は離婚してって言ってるでしょ。もう家の目の前だからもう少しだよ。ペンとハンコだけ準備しといて。どうしてそこまでして私を離婚させたいの？だってこんなのおかしいじゃん。おかしいって何が？私の旦那も社長なの。あまり大きい会社ではないんだけどね。こっちに引っ越してきてチヤホヤされると思ったのに。なるみさんの旦那さんも社長だなんて。こっちに住んでる人はあんまり相手の肩書きとか気にしないよ。社長と結婚したからって何だっていうの？前住んでたところもなるみさんと似たような人がいたの。そのせいで私は2番手扱い。こっちに引っ越してきて私が一番お金持ちって自慢できると思ったのに、なるみさんが邪魔したんだ。くだらない。はあ？そんなくだらないことで私に嫌がらせをしてたなんて。嫌がらせされたくないなら離婚届にサインしろ。さてと、なるみさんの家に着いたけど家開けてくれなさそうだし窓ガラス割ります。警察呼びます。は？どうぞご勝手に。ふざけないでよ、そんなのでビビると思ってんの？あれ、なんでこの窓ガラス割れないの？思いっきり石投げつけてるのに。この残念だったね。割れるどころか傷一つつかないよ。なんでなのよ、この心配した私の友達が特殊加工の窓ガラスにしてくれてるから。そんなものじゃ傷一つつけられないから諦めな。くそ、あれ、パトカーのサイレンの音？逃げろ、覚えてろよ。ゆりとひまわりとりんこのライン。あんな石ころで窓ガラスが割れると思っているなんて残念でしたね。あなたは永遠になるみさんの家に入ることはできません。ゆりがいろいろしてるなと思ってたらそんなギミックがあったのか。特殊加工で全然割れないらしいね。なるみさんの家に変な輩が入ってきてはいけませんから。どうなってんのよ、普通の家なんじゃないの？思いっきり石を投げつけたり石で引っかいてやったのに全然傷つかないし。っていうかあなた普通に不法侵入ですけど。逃げてやったもん、警察なんかに捕まるもんか。ゆり、もうこの音止めても大丈夫？はい、もう大丈夫ですよ。わかった、じゃあこのパトカーのサイレンの音止めておくね。は？さっきのパトカーの音は私が流していたんですよ。なので本当は警察なんて来ていません。そうだったの？ビビらせやがって。じゃあもう一回なるみさんの家に。やめた方がいいですよ、これ以上ゆりを怒らせると怖いので。なるみさんのママ友じゃない、怒ったとこで怖くないわよ。ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視して、なるみさんに迷惑をかけた人は地獄に引きずり落とすんですよ。できるもんならやってみろ。あそこで本当に警察を呼んでおけばよかったのに。暴露したことがあだになったわね。もう一回行くわよ。警察に渡してしまってはお仕置きが楽しくないじゃないですか。え？警察にお任せしてしまったら簡単な刑罰になってしまいます。そんなのじゃダメですよ。私はなるみさんに迷惑をかけた人のことをぐちゃぐちゃにしないと気が済まない。
腹綿を取り出し、その蝶で蝶々結びをしてあげましょう。まったくなんてこと言ってるの？何この人、こういうキャラ？すごい滑ってることを教えてあげた方がいい？滑ってるとかじゃなくて、これが本心というか、これが素というか。ん？私に言ったところで止められないんですよ。ユリはユリであって、ユリという唯一無二ですから。何言ってんの？言葉で説明するのは難しいんですけど、こういうことなんです。マジで意味わかんないんだけど。とにかくなるみさんの家に戻ってもう一回チャレンジ。これ以上なるみさんに迷惑をかけないでください。私となるみさんに迷惑をかけて笑っているあなたを見ると本当にイライラが止まりません。本当はあなたが引っ越してきてすぐに排除したかったのに、なるみさんに実害があるまでは手は出してはいけないというルールがあるので、私は我慢していましたが、もういいですよね。そうだね。ここまで嫌がらせをして離婚届にサインしろなんて言ってるんだし、これはもうやっちゃっていいと思うよ。やれるもんならやってみろ。ベーダベーダ。あなたたちなんて所詮3人1組の仲良しグループでしょ。いるんだよね、あんたたちみたいにグループでいると気が大きくなる人たち。個人個人じゃ何もできないくせにグループで大きくなったつもりで調子乗って恥ずかしい。私は単体でも全然動くことができますよ。というより単体の方が力を発揮できるかと思います。なるみさんがいるときはそんな乱暴なことはできませんから。私がいなかったらあなた今頃もっと大変なことになってるんですよ。だから私が監視役兼お守り役としているんですから感謝してください。私がいなかったら今頃。怖い。二人とも言ってる意味が全くわからない。とりあえず痛々しい中二病女たちっていうことだけはわかったわ。ユリはなるみさんに迷惑をかけた人のことを地獄に落とすって言いましたよね。ユリは裏の施設を経営していて、そこに連れて行くんですよ。はいはい、中二病つ。そんな施設があったらぜひ見せてもらいたいんですけど。心配しなくてもこの後連れて行きますから。え、今日はどんなお仕置きにするの？そうですね、どうしましょう。ひまわり、今日の朝何を食べましたか？今日の朝ごはん？今日はね、パンだったよ。食パンにジャムを塗って、あとはチョコレート塗ったやつも食べて、あとはクロワッサンも食べて、それからやっぱり物足りなくなってカレーパンと、あとは胸焼けしそうなのでもう十分です。わかりました。え、まだたくさんあるのにもう聞かなくていいの？結構です。今回のお仕置きはパンにちなんだものにしましょうか。パン？美味しそう。朝はパン、パンパパンってね。何そのふざけたお仕置きとやらは。朝から晩までパン生活ですか？しょうがないわね、別にいいわよ、私パン嫌いじゃないし。そんな楽なお仕置きが存在すると思いますか？違うの。パンを作る工程を知っていますか？なんかいろいろするんじゃない？パンを作る工程といったら、こねるとかちぎるとか焼くとかだよね。そうです。リンコさんの体をこねて、その後ちぎって焼くんです。は？そんなことできるわけないでしょ。もちろん一度で終わってしまったらもったいないので何度も繰り返し行います。ちぎるのも最小限にとどめて、焼くのも表面だけこんがり、表面だけ焼いた後はそこをそぎ落とし、傷が治ったらもう一度こねるところから。美味しそうなパンじゃない。私が思ってたやつじゃないよ。そんなのありえないから。ありえるでしょ。あなたのせいでこんな変な単語が離れなくなりました。どう責任取ってくれるんですか？なるみさんも言わないように意識しているらしいですよ。仲良し3人組っていうことでいいじゃん。嫌ですよこんな。まあまあ、それでどうするの？お仕置きするんだよね？そんなふざけたお仕置き、なんで私が受けないといけないのよ。そもそも裏の施設とか信じてないし。信じていなくても大丈夫ですよ。実際に連れて行けばわかることですから。さてと、こんがりパン生活楽しんできてください。想像を絶する痛みだと思いますが。冗談でしょ、さすがに。冗談だよね。真実はいつも一つ、自分の目で確かめてきてください。ちょっと冗談って言ってよ。ねえ、聞いてる？おーい。朝はパン、パンパパン。明日は白ご飯にしようかな。その後、凛子さんはお仕置きを信じていなかったみたいだけど、その数日後に旦那さんから離婚を言い渡された。何がどうなってんのかわからなかった彼女。でも、プライドが邪魔をして、理由も聞かずにそのまま離婚したんだって。
それから悪いことが続いて何かおかしいと思っていた時、ユリに連れて行かれて裏施設に入所、こんがりパン生活とやらを過ごしているらしいよ。文字だけ見るとすごく可愛らしい言葉に聞こえるのに、内容はすごいえぐい。だって体を強い力でこねくり回して、どこか一部をちぎり取って、それから釜に入れられてこんがり焼かれるわけでしょ。しかも終わったかと思ったら、今度は焼いた表面をそぎ落としてエンドレスって。彼女はいつ自由になることができるのかな。一回だけでももうお腹いっぱいなのに、何回も何回も。ひまわりがたくさんパンを食べていたから、それにちなんだのかも。みんなは食べ過ぎには注意してね。ねえ、気になるよ、ユリの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん、何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか？知りたい。そうですね、もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの？特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。しゃあ、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとか、なんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。